皆さんこんにちは、モータージャーナリストの石井正道です。今回はですね、カローラハッチバックの試乗会に来ました。カローラのハッチバックモデルというとですね、日本では過去にランクスアレックスとか FX とか、そういうのありましたけれども、一時消えてたんですね。でそこはオーリスというモデルが埋めていたというか、名前を変えてカローラハッチバックの代わりにいたんですけれども、今回またこう先祖返りというか、カローラブランドに戻して使うことになったということです。まずデザインですけれども、パッと見て分かるように結構カローラにしては幅が広くて、で低いっていう感じしますね。いわゆるワイド&ローになってます。で今日本で売ってるカローラはですね、日本専用に5ナンバーサイズに抑えてですね、海外ではこれ売ってなくて、日本のためだけに、プラットフォームを B セグメント、ビッツとかのクラスのセグメントのプラットフォームを使って、わざわざ作ってます。でこれはグローバル展開する、ヨーロッパでもこのまま売りますし、アメリカでもこのまま売る、もう一つ上の C セグメントのプラットフォームになります。あとこの新しい TNGA プラットフォームは、重心を低くするためにかなりこうエンジンの搭載位置なんかも下げるようにしてるんですね。でそれで、ボネット高もかなり低くなってるんで、まずワイド&ローでかっこいいと。あとは、全体のこのフォルムですね、これも彫刻的というか、塊感のあるような、デザインになってますね。特にリア周りなんかはどういう形してんだろうっていう、なんか奥行きがあったり、いろんなラインが複雑にこう絡まってたり、かなり見どころのあるものになってます。で、大きく分けてパワートレインは2種類、1つはおなじみのハイブリッドですね。これは 1.8 リッターエンジンですから、プリウスと同等のものです。でもう1つは 1.2 リッターターボ、これは CHR にも積まれていたものですが、今回1つ嬉しいのは CVT だけじゃなくてマニュアルミッションも用意されているということです。それぞれの車ちょっとチェックしてみましょうか。はい、こちらはですね、 1.2 リッターターボです。ハイブリッドと基本的には形は変わらないですね。ホイールとかタイヤはグレードとか、オプションとかによって変わってくると思いますが、あとエンジン車にはですね、今回マニュアルミッションが、用意されました。でマニュアル、もちろん好きな人は嬉しいでしょうし、ただもう最近はマニュアルじゃめんどくさいとか、渋滞の時嫌だなとかいう人もいると思いますが、結構ね嬉しい機能がついてるんですね。まず発進でエンストをほとんどしないはずです。というのも、これ普通発進するときアクセルちょっと入れて、クラッチつないでいきますけれども、これねアクセル入れなくてもクラッチつないでいけば、エンストしないように勝手に車がエンジン回転数を合わせてくれるんですね。多分誰でも発進できると思います。もう一つこういうサーキットとかワインディング走るときは、ヒール&トゥーを使って、シフトダウンするときに回転数を合わせますけれども、この車はそこも勝手にやってくれます。だからブレーキかけてクラッチ切ってシフトダウンすれば勝手にブーンっていって回転合わせてくれるんで、そこも安心ですね。これはよくあるブリッピング機能というやつですけれども、シフトアップの方でも、アップしてエンジン回転数が落ちすぎちゃってたらそのままクラッチつなぐとちょっとガクッとなると思うんですが、そこもね微妙に合わせてくれるらしいんで、同乗者がいてもこの人運転下手だなってバレることが多分ない車になってますんで、あんまりもうだいぶ何年も乗ってないから自信ないとかそういう人でも気兼ねなく乗ってもらいたいと思います。あと 1.2 リッターターボの方はもちろん CVT もあります。このカローラハッチバックの CVT は、ステップ制御みたいのがありまして、普通の AT とかの油断ギアのようにブーン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 と行くような制御も入ってますんで、おそらくかなり楽しく走れるんじゃないかなと思います。でパドルシフトもついてますんで、これでシフトダウンとかアップとか、疑似的に楽しむことができるはずです。いずれにせよですね、かなりこう TNGA のプラットフォームを使って、走りを良くしてるそうです。特にねカローラってもう60代とか70代の、ぐらいユーザーの年齢層が上がっちゃってるそうなんで、ここで一気に若返りさせたいと20代30代狙ってるということなんで、そこで走りを磨いたということなんで、これからちょっとサーキットでガンガン走ってチェックしてみたいと思います。TNGA になって一ついいのは結構ドラポジですね。ドラポジとかシートが良くなりました。少しヒップポイント下げ気味にして、で、ステアリングのシャフトなんかもこうじゃなくて結構まっすぐ
に近いような、形にして、ドライビングポジションもか、ね、あのスポーツカーのようにちょっとあの足を前に投げ出すような大げさに言うとね、形になります。はい、じゃあ行きます。今 EV モードのままなんでエンジンかからず行ってます。あ、結構静かかも。あのロードノイズとかね、まあ、これもでもさっきとの路面だからな。あ、もう EV モード切れちゃいました。今普通の加速してますけども、やはり3000回転以上は回るんで、ここ上り差し掛かるとさらに3500とか回さないと上っていかない感じですね。これぐらい、まあ、そんなに取り立ててうるさいっていう感じはしませんが、あんまりいい音でもないし、こう、まあ、電気 CVT ですから、こうエンジンが張り付く感じで、あんまりこう気持ちのいいもんでもないなという気がしますね。ストレートで全開にすると今4500回転、まあ、速さはねそんなに求めないんで、なんかもうちょっとダイレクト感とか走って楽しいハイブリッドってできないかなっていう気がしますね。あ、でも縁石乗っても非常にスムーズですよ。なんかサスペンションのストローク感がほら全然こうガンガンってならなくて、まあ、あの足が動いてるの分かるんですけれども、ボディがあんまりこう振られないという感じですね。このステアリングもまあかなり頑張って作り込んだだけあって、結構剛性感あるし、まあ、正確性も高い気がしますね。さあ次はマニュアルミッションです。今日のメインディッシュかな。で、あの発進の制御、まあ、エンストしないようになってるんで、今アクセルペダル触らないで、お、クラッチをこうつないでいくと、まあ、エンジンちょっとね、あのタコメーター見てると少し上げてエンストしないようになってますね。スポーツ S プラスになりました。今5000、6000、ここで2に入れてみましょう。おお、1に入れちゃおう。一切ヒーランド2してないんですが、あのちゃんとブリッピングして回転合わせてくれます。でもね、もうちょいパワー欲しいかな。というかもうちょっとシフトギア比をクロスさせてもいいかな。今ちょっとちょい濡れ路面で滑りやすいんですけれども、実はアンダーステアはほとんど感じないんですね。出ないんですね。で、結構これは制御が効いてるみたいです。これでバーンとアクセル踏んでも実はあんまりはらんでいかなくて、まあ、内側をつまんで曲がる方向にしてくれてるみたいです、車が。やっぱ足スムーズだな。これでも運転下手になっちゃうかも。アクセルワーク全然必要ないっていうかね、ドカーンって踏みつけて OK だから。ほら、1から2に入れて4000まで落ちちゃうのか。でもやっぱシャシーはいいっすね、これ。
もうちょっとパワーあったらもっと楽しいんだろうな。でも十分こういうちょっとした走行会で遊ぶのもいいと思いますよ。これさあ次は 1.2リッターの 1.2 リッターターボの CVT ですね。これは確かめることは、まずドライブモードはまずノーマルでいきましょう。で D レンジ、まあ、こうやってゆっくり走ってると、まあ普通に CVT ですね、まあ、アクセルを入れてから入れると、まあ、今ぐらいだと3500とか4000回転ぐらいに行って、まあ、速度が後から来るという感じですね。もうちょっとアクセル開けてみます。5500、あ、今シフトアップみたいなのしましたね。これがまあステップ制御になるわけです。でこれはね、この後全開にすると、まあ、キックダウンスイッチがついてるんで、これを踏み込んでいくとステップ制御をやめて、まあ CVT らしさというかね、張り付いて、うん、まあ最速を目指すと、一番効率のいいところを使うということになります。で次はマニュアルモード、 M モードに切り替えます。パドルもあるんで今 M1 で、そうすると6000回転ぐらいから5、600回転落ちますね。あの10速に結構刻んでるんで、今小刻みに行くようになります。でも70キロぐらいまで伸びるんですね、 M1 のままね。ドライブモードスポーツ S にします。あ、やっぱ結構ダンパーが効いてますね。あのあからさまにガツッと硬くなるっていう感じじゃないんですけれども、動きが本当にさらにロールが抑えられて、まあ、こういうところでは乗りやすくなります。やっぱりハイブリッドよりこっちの方が楽しいですね、こうやって走ると。まあ、CVT だけど結構いろんな制御で頑張ってるんで、今みたいに M で乗ればアクセル踏むとグッとこうダイレクトに加速する感じ、まあ、レスポンスもそこそこいいですね。でこれもあのアクセルを踏み込んだ時に、まあ、アンダーステアが出そうになると、内側をつまんで、まあ、曲がる方向に持ってってくれます。まあ、アンダーステアが出そうになるとというか、もうそれは横 G とか検知してるんで、フィードバック制御ではなくてフィードフォワードみたいになると思うんですが、ですからね、かなり素直で制御感もなく、でもなんかよく曲がってくれるなっていう感じですね。でこれがやはりハイブリッドより、まあ、トルク力があるんで、まあ、よりこうアクセル踏み込んでいくことで、なんか旋回力もちょっと高まるような感覚が出てます。やっぱステップ制御は気持ちよさでは正解ですね。で、結論から先に言っちゃうと、シャシーは結構いい、結構いけてます。でパワートレーンは波と言ったら失礼かもしれないですけども、最新世代ではないので、まあそれなりかなという感じがしました。で、まあ、1.2 リッターターボの方はそこそこ楽しいですけれども、この C セグメントのクラスだと、まあ、小さくてもなんか 1.5 リッターぐらいのが多いんで、まあ、もうちょっとトルクとか、まあ、パワーがあってもいいかなという気はしています。で、まあ、シャシーがいいんでね、それだけパワーが上がっても全然いけるなという感じを受けるんで、まあ、特にそういうふうに思いますね。ただあのマニュアルミッションを用意していることと、 CVT の方もあのステップ制御って言ってね、ラバーバンドヒールにならないような制御を入れてるんで、まあ、それなりには楽しめます。
で、サーキットで乗ると余計パワーがなく感じるものなんですが、まあ上りでも物かしいっていうほどではなかったんで、ワインディングなんかでは結構楽しめるんじゃないかなと思います。で、ハイブリッドはまあ普通にはそこそこ飛ばしてるなっていうぐらいに走ってはくれますけれども、やはりダイレクト感であるとか、まあ踏んでバッとこう出ていくレスポンスなんかがガソリン車に比べるとちょっと劣るので、まあ楽しいかって言われるとそうでもないというのが正直なところです。まあ燃費がいいからいいかというふうに割り切るべきかなと。で、もちろん TNGA でまあボディ剛性非常に上がってますし、まあ重心が低いんですね。なんかだいたい20ミリぐらい低いのかな。まあ、エンジンもこうだいぶ低くドライバー側にこう寄せるように、まあレーシングカーのような考え方で作ってるんで、そういう車種の資質はかなりよくできてます。で、面白いなと思ったのはサスペンションがもうストローク感がスムーズなんですね。だからこう、まあ、縁石とかわざと乗せても全然こうボディがボヨーンってならなくて、タイヤがずっと設置してる感じがあって、まあ、これは結構大したもんだなと思います。ただあまりにスムーズなんで結構攻めて走ってる感じは僕はしてるんですけれども、なんかねこう普通のスポーツカーみたいにあるガツガツ感みたいなものとかそういうのがなくて、まあいい言い方をすると非常に上質なんですね、動きがね。だからこれスポーティーで走り楽しいよって言って乗ってみたら、なんか来てる感じがしないって思う人ももしかしたらいるかもしれないです。ただまあこれが TNGA の、まあ、いいところ、まあガツンってくるよりスムーズに行かせる方が、まあ、実は高度なテクノロジー必要ですから、素直にいいように作ってるんだと思いますし、あとこの結構ねロールも少なくて安定したハンドリングになってるんですけど硬く感じない、このなんか不思議な感覚っていうのがもしかしてトヨタの新しいスポーティーな感じなのかもしれません。まあ今ねプリウスから始まってトヨタの車作りがどんどん良くなってきてるんで、まあ、その最新モデルは結構まあ車種的には期待以上に来たなというふうに思います。